プリキュアシリーズスイートプリキュア、スイートプリキュアは、2011年2月6日から2012年1月29日まで、朝日放送の制作により、テレビ朝日系列で毎週日曜8時30分から9時に、全48話が放送された、東映アニメーション制作の日本のテレビアニメ。プリキュアシリーズの通算8作目にして6代目の、プリキュアである。本作品も、 前作同様二人構成で物語が始まる。タイトルに使われているスイートは組曲を意味する音楽用語であり、そのタイトルの通り、音楽という情がメインテーマとなっている。朝日放送の松下博之プロデューサーは今までにない新しい仕掛けを盛り込む東映アニメーションの梅沢厚都プロデューサーは音楽をテーマに散らばった伝説の楽譜の音符など、 シリーズ最大のスケールで描いていくとしている。プリキュアの二人がピンチに陥った時に現れる謎の仮面のプリキュアなど新たな要素も組み込まれている。主人公である北条京役の小清水亜美と南の奏役の折笠富子は以前に同時間帯にて放送されていたアニメアスのナージャにおいてメインキャラクターの声での共演歴がある。 また前作に続いて主題歌を手掛ける工藤真由も声優として出演しており本作品では音符の妖精フェアリートーン役としてレギュラー出演を果たしている前作から始まったデータ放送との連動で番組放送中にプリキュアポイントを貯めるミニゲームも引き続き行われたまた番組終了時に表示されるエンドカードは 各週ごとに異なるものが表示される形式となっており、第45から47話では、エンドカードに、スイートプリキュアとスマイルプリキュアの双方のメンバーが登場するコラボレーションも行われた。2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響で、口述の通り一部放送スケジュールにも変更が発生したほか、意図的な部分も、 無意識的な部分も含め、多分に、震災の影響が盛り込まれていたと思いますと、堺早急シリーズディレクターがコメントしているように、作品内容そのものに対しても少なからぬ影響が及ぶこととなった。また被災者への応援メッセージとして、2011年5月20日には、東映アニメーション公式サイトで、応援メッセージ動画、プリキュアからみんなへの応援ムービーが配信された。 また、話数に関しても当初の全49話予定から1話短縮され、全48話となった。人間世界とは異なる場所に存在する幸せな音楽の国メージャーランド。そこで年に一度だけ行われる演奏会において歌の妖精、ハミーは世界の人々の平和を願い、伝説の楽譜に記された幸福のメロディを歌おうとしていた。しかし、 演奏会の最中、悲しい音楽の国マイナーランドの王メフィストが現れ、楽譜を不幸のメロディに変えようとする。メジャーランドの女王アフロディテは音符を別の世界である人間世界にばらまいて、それを阻止したが、散らばった音符を取り戻すためメフィストは、配下のセイレーンとトリオザマイナーをアフロディテは、ハミと七体のフェアリートーンを人間世界に使わす。一方、 人間世界のカオン町に住む北上京は、かつての親友である、南の奏とすれ違う日々を送っていた。そんな中、二人は、ハミやマイナーランドの資格たちと遭遇し、なし崩しに、プリキュアの戦士キュアメロディとキュアリズムとして目覚めることになる。最初は、すれ違いの出来事を引きずって、喧嘩の多い響きとそうであったが、徐々に友情を取り戻していき、 プリキュアとしても一方ずつ成長していく。やがて、ハミと対立していた、セイレーンも、様々な出来事を通じて和解し、黒川エレンとしてプリキュアに覚醒。三人のプリキュアは互いに助け合って、メフィストやトリオザマイナーの襲撃を打ち破っていくが、やがて謎の仮面のプリキュアキュアミューズの正体が、 長編アコだったことが判明し、キュアミューズとメフィストとの驚くべき関係とマイナーランドを裏で操る真の黒幕、ノイズの存在が明らかになっていくのだった。響きと、そう、私立、アリア学園中学校は2年 A 組のクラスメイトで、エレンも第28話から通うことになり2人と同クラスになる。アコは、私立カウン小学校の3年生である。 一人称は全員、私。幼馴染同士の響きと僧の二人は、呼び捨てで呼び合っている。エレンとアコの呼び方と呼ばれ方については、各々の,の,の項目を参照。プリキュア全世界の音や音楽を生み出している国。伝説の楽譜に記された、幸福のメロディを年に一度、選ばれた妖精に歌わせることで世界の平和を守っている。 住人は人間に告示したものや、動物や楽器を擬人化したものが入り混じって存在している。住人の一部には、虹色の鍵盤を発生させる能力を持っている者も,もおり、この能力は、メージャーランドなどへの移動手段になるほか、鳴らすことで足場にしたり、エネルギー波を発射して、敵を拘束したり、音波攻撃を反射したりと、様々な形で活用される。王族妖精。 プリキュアの敵対勢力。王であるメフィストが率いる嘆きと悲しみに満ち溢れた国だが、実態は悲しみの結晶であるノイズが操っている。赤黒く霧がかった地帯を本拠地にしているほか、人間界での活動においては、花オ町庁の時計塔を拠点にしているが、精霊離脱後は東大を拠点にしている。 すべての世界を悲しみに染めることを目的に掲げ、その目的の達成の阻害となる伝説の楽譜に記された幸福のメロディを不幸のメロディに改ざんするため、第音楽祭の日にメージャーランドへと進行して伝説の楽譜を強奪することに成功するが、伝説の楽譜に宿していた楽譜の音符はアフロディテによって人間界へと逃される。 放たれた伝説の楽譜の音符を回収するために人間界へと進行し音符の創作及び強奪を主な任務にしているほかその目的を阻止してくるプリキュアの討伐も兼務しているしかし真の目的は嘆き悲しむ人々から発生する不幸のエネルギーをノイズに送り込んで復活させることであるノイズ以外は全員悪のノイズで操られた メージャーランドの住人たちであり、ノイズの影響を受けているものは音楽を増悪するようになり、音楽を聴かされると苦しむほか、音符が取り付いているものを怪物、ネガトーンに変える能力を持つ。黒幕上層部トリオザ、マイナーバスドラ、バリトン、ファルセットからなるコーラス体、紫色のマントをまとっている。もともとは、メージャーランドを守る三重子だったが、 洗脳されたメフィストによって悪の心を植え付けられマイナーランドへと寝返った経歴を持つ。三人は鳥に捕食される両生類をイメージしてデザインされている。基本的に仲がいいために三人揃って行動し、声を合わせて歌ったりする。上司であるセイレーンには忠実だったが内心では互いにその存在を疎ましく感じている。 また、歌声には人々を悲しませる力があり、普段は、ネガトーンに戦闘を任せて、指揮をしているが、3人で行う合体技、トリプル、マイナーボンバーを持っており、戦闘自体を行うこともできる。第22話以降は、精霊園が離脱したことを受け、誰か一人が代わりにリーダーを務めるようになるが、次第に、リーダー役を決めることをやめて、入れ替わりで担当するようになる。 一応、任務の音符探しは行うが、三人とも雑念や、煩悩にとらわれやすく、任務を放棄することも多い。第26話以降は、失敗続きに煮やしたメフィストによって、悪のノイズを放つヘッドホンを装着され、姿や力などが強制的に強化される。また、骨で構成された三人乗りの乗り物が登場する。 第36話以降はメフィストが離脱したことを受け、ファルセットの真の目的であるノイズの復活へとより、表面的に動き出す。事情を知らなかった、バスドナとバリトンはファルセットによって、ノイズの力を与えられ、強制的に怪物のような姿へと強化される。第46話ではノイズに吸収されるが、最終回ではノイズが浄化されたことにより、 石化状態となって残され、さらにハミエが幸福のメロディを歌うことにより石化が解かれて生還する。そして、元のメージャーランドの三重子の姿に戻り、最後はプリキュアたちに感謝して別れを告げてメージャーランドに残った。テレビシリーズの後日版にあたる小説スイートプリキュアでは三人とも人間界に移住しており、カオン町にある楽器屋の店員として働いている。 また、エレンのバックコーラスとしても活動しており、彼女と共に CD デビューを目指して奮闘している。人間界で住んでいる際には、髪型や服装を一般のものにしている。その他怪物プリキュアが戦闘中の目撃はしているが、ネガトーンの音波で深い悲しみによる前後不覚あるいは気絶状態になったり、終盤ではノイズに石の姿にされたため、目撃は少ない。 また、響きたちがプリキュアであることとハミリーの存在も知っていない。北条や南の決死率アリア学園中学校本作品におけるプリキュアは、メジャーランドの伝説として語られる、心にハート型の尊記号を持つ者が変身できる、選手として位置づけられている。変身する前に、敵の悪行に対する憤りを絶対に許さない、と叫ぶことが、 決め台詞のようになっている。変身は、キュアモジューレに、パートナーのフェアリートーンを装着した後、レッツプレイ。プリキュアモジュレーション。という掛け声で変身する。変身後、届け、人の組曲。スイートプリキュア。と揃って、ポーズを取る。変身終了後の立ち位置は、向かって左から第1話から、メロディリズムとなり、ビートは、第24話から、 メロディの左側にミルズは第37話からメロディとリズムの前に立つ。プリキュアたちはハーモニーパワーと呼ばれる仲間との心のシンクロによって力を発揮するという特殊な能力を持つ。メロディとリズムが変身する際にはこのハーモニーパワーによるシンクロが必要で息が合わないと変身することすらできなくなり、変身中であっても仲違いが起こり心が、 離れ離れになると変身が強制的に解除されてしまう。また、変身者の心が弱っていたりすると全力を出せなくなる場合もある。なお、後に登場したビート・ミルズは単独変身が可能だが24話からは基本的に3人または4人で同時に変身している。敵であるマイナーランド陣営が人々の悲しみや 不幸などを望んでいることもあり、戦闘に一般人が巻き込まれることが多々ある。また、戦闘が終了しても、周囲への被害は基本的に修復されないが、ネガトーンの音波攻撃の効果は消える。一般人は戦闘と前後して発せられる、ネガトーンの音波によって、前後不覚になるほどに悲しみに沈んでいるか、気絶している場合がほとんどで、 戦闘の様子をしっかりと目撃できた者も少数のため一般にプリキュアの存在が広く認知されているわけではない。またプリキュアの正体が一般人に知られることは特に禁じられていないものの響きたち自身は前編を通して一般人に対し自らがプリキュアであることを原則的に知られないように行動している。第1話で法上京が変身した姿。 変身時の名乗りは、つまびくは荒ぶる調べ。キュアメロディ。イメージカラーは、ピンク色。髪色は茶色から淡いピンク色と著しく変化し、髪型もツーサイドアップのロングヘアーから縦にロールした、長いツインテールに変わる。頭部には、マゼンタ色のリボンのついたカチューシャをつけている。瞳の色も変身前と比べてもかなり鮮やかで、明るい青色に変化する。 コスチュームの基本色は、マゼンタ色で、本作品のプリキュアでは、唯一腹部を露出したコスチュームになっているが、ハイウエストのスカートを着用しているため、へそは、隠れている。袖は、フリル状になっており、腰には向かって、左側に薄いピンク色のリボンがついている。アームカバーは手首周りを覆う程度の長さで、白いラインが入った、オーバーニーソックスに、 編み上げの入った、ショートブーツを履いている。また、イメージカラーと同色のハートのイヤリングをつけている。第1話で、南の奏が変身した姿。変身時の名乗りは、つまびくは、たおやかな調べ。キュアリズム。イメージカラーは白色。髪は、オリーブ色のロングヘアーから淡いレモン色の長い、ポニーテールに変化し、頭部には、白いリボンのついたカチューシャをつけている。 瞳の色も変身前と比べてもかなり鮮やかで明るい緑色に変化する。コスチュームの基本色は白色で薄いピンク色のラインが入っている。袖はパフスリーブになっており腰には向かって右側にピンク色のリボンがついている。アームカバーはメロディと同様。編み上げの白いロングブーツを履いている。また薄いピンク色のハートのイヤリングをつけている。 戦闘ではメロディをサポートするような行動が見受けられる。また、必殺技を単独で、放った後には、徒歩で、フレームアウトするという独特のフォロースルーがある。第21話で、黒川エレンが変身した姿。3人目のメンバーで4人目のプリキュア。変身時の名乗りは、つまびくは、魂の調べ。キュアビート。イメージカラーは青色。 髪は向かって、右側を、黄色のシュシュで言った暗い紫色のロングヘアーから、左側にセイレーンの縦髪に似た羽毛と青いハートが、ついた髪飾りで束ねた、淡い紫色の長いサイドポニーに変わり、その毛先はカールしている。髪の毛を撫でたり弾くと、エレキギターのような音が出るような演出がされたことがある。瞳の色は金色で変身前と、あまり変化がない。 初めて変身した第21話では胸に、キワモジューレが装着されていなかったが、続く、第22話で、ハートのトート記号が覚醒してからは、他のプリキュアと同様になった。コスチュームの基本色は青色で、袖は、キュアリズム同様、パフスリーブになっている。また、後ろ腰に細長い水色のリボンがついて、折りその尻尾は、他の3人と比べると大幅に長い。 メロディやリズムと異なり、アームカバーは手の甲を覆うデザインとなっており、リボンがついていない。足首に白いリボンが巻かれた青いニーハイブーツを履いている。また、スカートのフリルはメンバーの中でも最多の6層となっている。また、イメージカラーと同色のハートのイヤリングをつけている。長編アコが変身した姿。3人目のプリキュアで4人目のメンバー。 プリキュアシリーズ初の小学生プリキュアでもある。当初は正体を知られないように仮面で素顔を隠していたため二つの姿がある。ここでは便宜的に仮面をつけた姿を黒ミューズと呼称する。共通の特徴は額の中央に赤いハートマークの飾りが装着されており、瞳の色が変身前のオレンジ色からマゼ色になることで瞳の色については 歴代のプリキュアの中でも変化が著しいのが特徴。名前の由来は、ギリシャ神話の芸術の旧女神、ムーサイ。第47話で、フェアリートーン8体が合体して誕生した、クレッシェンドトーンの力によって、さらなる変身を遂げたプリキュア。4人それぞれのメインカラーが薄くなっているほか、肩や頭頂部のリボン状の部分が羽のような衣装に変わっている。背中には、 金色の翼のようなものが追加され、腰の周辺からおばねのようなものも見受けられる。なお、正式名称は、テレビシリーズで明かされておらず、変身時の掛け声もない。登場自体も一話限りだった。以下の名称は、東映アニメーション公式サイトの格和す筋による、ものである。朝日放送の公式サイトでは、奇跡の変身と記されている。 各プリキュアが変身や攻撃などに使用するアイテム。シリーズディレクターは前作にて各話演出を手掛けていた坂井早急が担当。坂井がワンピースフィルムストロングワールドの終盤制作に取り掛かっていた頃、ハートキャッチのシリーズディレクターである長峰達也に演出として急に声をかけられ、その流れでプロデューサーの梅沢から来年一年付き合え。 というメモをもらい、参加が決まったという。またシリーズ構成には、それまで舞台や映画などで実績のあった大野俊也が新たに起用された。音楽は前作に引き続き高梨康二が担当しており、BGM の一部には女性コーラスが参加している。幸福のメロディ、不幸のメロディにボーカルを使用するのはプロデューサーたっての希望であり、また、 高梨のアイデアで二つのメロディは、楽譜上の音符の音歌の構成が同じという仕掛けになっている。歌唱を手掛けるのは、前作、ハートキャッチプリキュア。と、同じく、工藤真由と池田彩であるが、本作品では、OP と ED の担当が逆転した形となっている。本作品では、中盤より OP 曲が変更され、これに伴いキャラクターや、 映像も一部マイナーチェンジとなった。24話から映像の一部がキュアビートの加わったものに変更し、38話からはキュアミューズとノイズ、最終形態のトリオザマイナーが加わった映像に変更された。37、46、最終話ではアバンタイトルなしで番組開始後即オープニングが流れた。エンディングアニメーションでのプリキュアたちの踊りの振り付けは、 全2作に引き続き前田健が担当した。一部アニメ雑誌において、まだ、宮崎放送が遅れネットを実施していなかった時期に、番組紹介のコーナーで本作品が、宮崎放送で、日曜15時30分に放送されているといった、趣旨の誤った記述がなされていた。また、全番組である、ハートキャッチプリキュア。でも、同様のミスがあった。 女神マガジンの項も参照。放送時間はいずれも現地時間。これまでのシリーズ同様、仲良しにて、神北双子による漫画版が2011年3月号から2012年2月号まで連載された。連載文は、スイートプリキュア、お話ブック。丸ごと、キュアビート。と、スマイルプリキュア。スイートプリキュアお話ブック。に、 収録、後者には描き、おろしの最終話も掲載されている。また、2015年3月6日にプリキュアシリーズ10周年と、仲良し相関60周年を記念し、プリキュアコレクションと銘打って、ワイド KC 仲良しより、単行本が発行されている。本作品でのキャラクターショーは、第1期と第2期に分ける形で開催された。第一期では、 メロディとリズム、敵側はバスドラ、ファルセット、ネガトーンが登場。第2期ではプリキュア側にビートが加わり、敵側がバリトン、ファルセット、別個体のネガトーンに変化した。また、第2期の途中からは戦闘にこそ参加していないものの、終盤に仮面を取ったミューズも登場するようになった。有料のミュージカルショーも開催されており、響きたちが、 バラバラに、桃太郎、白雪姫、嘘つきな羊飼いの物語に入ってしまうという、ストーリーが展開された。こちらではキワミューズは、仮面姿で、敵側は、トリオザマイナーが3人揃って登場する。いずれも、発売元は、マーベラスワクルまた、本作品より、音楽 CD の販売元が、従来のジェネオミ・ユニバーサル・エンターテイメントから、 ソニーミュージックディストリビューションに変更となった。サウンドトラックボーカルアルバムの詳細については、スイートプリキュア、サウンドアルバムを参照。いずれも、発売元は、マーベラスワクル。また、本作品より、映像ソフトの販売元が、従来のボニーキャニオンから、DC エンタテインメントに変更となった。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できますスイートプリキュア。 メロディコレクションに関するカテゴリー、ありがとうございます。